ディスプレイがたまりませんね。あの45年前 の、 あの電話電話これはもう45年前ピンクの45年前ですか。うちはもう48年になるから開業されて、うん、今お父さん食べられてるのがこれサービスランチ。お宅電話で言ってはった今日は魚フライ魚フライ、うん、はい。そうでしょうか。こうやって置いとこう、すごい。いやいやそんな、いやいやそんな、金魚さんも撮ってあげりゃいいから。そうですね、金魚さんも。お母さん映ったらまずいですよね。お母さん映ったらまずいですよね。若気がなんぼでも映っちゃいいけど、いやいや年寄り映ったらメニューを映してくれ、何を買ってくれとかね、もう悪い情報はあかんよ言って言うから。そうですね。行かれたのはサービスランチ、はいはいはい。これがまあ一番人気っていうか、あれ一番人気で、昼はもう、うん、あのランチが多いですね。多いですか。そこ学生さんが多いから。なるほど。そこの作業さんあるでしょ。あります、サービスランチで。食べてみます。あ、食べてみます。はい、お願いします。ランチは植物がね、いっぱいあって雰囲気がめちゃめちゃいいですね。金魚さんもそこにいます。ありがとうございます。うわ、すごい大きいですね、これ。大きいです。はい。もうこればっかり。すごい。早速いただきましょう。いただきます。味噌汁も熱々。あ、めちゃめちゃ美味しい。うん。
した。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、行ってきました。サービスランチをね、いただいたんですけども、てんこ盛りでね、お腹いっぱいになりました。学生さんもね、よく来られるということなんで、若い方でもね、にぎわっているお店になりますね。皆さんもぜひ一度行ってみてください。じゃあまたね。